今回ご紹介するのはグラビアタレントの桜井音野さんです桜井さんは2002年8月17日生まれ身長158センチメートル静岡県出身です桜井さんは中学2年時にファッション雑誌のポップティーンでレギュラーモデルを務め高校生の時にはミスワールドジャパン2019京都大会や女子高生ミスコン2019にてそれぞれ受賞経験があります 高校2年時に恋愛リアリティ番組「今日好きになりました」。韓国ソウル編に出演し、注目を集めました。高校卒業直前の2021年3月には、週刊プレイボーイにてグラビアデビューを果たし、高校卒業後は大手芸能事務所のホリプロに所属します。グラビアは桜井さんのグラマラスなボディで話題となり、2021年12月には、就営者のデジタルコンテンツを。 対象としたグラビア賞レースのグラジャパアワード2021で最優秀新人賞を受賞しますその後も桜井さんのグラビア人気は衰えることなく2022年の11月にはファースト写真集ファンファーレが発売されますこの写真集のアザーカットで構成されたファンファーレアナザーエディションもデジタル限定で発売されていますので彼女のことが気になった方はぜひチェックしてみてください 2023年になるとグラビア活動はもちろんですが、プロ野球の始球式を務めるなど、多方面での活躍もされてきていますので、今後大きくブレイクするか注目ですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、日本のグラビアアイドルを中心に紹介しています。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。